男は堂々とした嘘つきだった。口では何とでも言えるさ、嘘つ。本当に夫婦？何言ってるの、いつもラブラブだよ。そうです。今ここでキスしてみろ。できないのなら役所に婚姻の撤回を訴え。そんなことでよければ。そりゃ偽装のためには。でも